マンハッタントランスファーはアメリカ合衆国のジャズコーラスグループ。男女、各二人による4人編成。卓越したボーカル技術とハーモニーを持ちながらも、親しみやすい音楽性で、ポップ分野でも人気を博している。1969年に結成されるが、1971年に一旦解散する。1973年に、ティムハウザーをリーダーとして、アラン・ポール、 ジャニス・シーゲル、ローレル・マッセイの4人で再結成される。ベッドミドラーに認められ、1975年にデビューシングル、オペレーターを発表する。1976年発売のカバー曲、タキシード・ジャンクションで注目を集め、幅広いレパートリーと卓越したハーモニーとで人気を博する。1978年に交通事故で大怪我をしたマッセイに代わって、 1979年にシェリル・ベンティーンが正式加入した。同年、テレビ番組、トワイライトゾーンの同名テーマ曲を J. グレードンのプロデュースでディスコ調にカバーし、これがヒットしたことで広く注目を浴びるようになる。1981年には、ウェザーリポートのカバー曲、バードランドで第23回グラミー賞の最優秀。 ジャズフュージョンボーカル賞とボーカル編曲賞を受賞する。なお、1982年にアライブで、ウェザーリポートとの共演も行っている。1982年には、ボーイフロム n y テ t が、ポップチャートでも、大ヒットし、第24回グラミー賞の最優秀、ジャズボーカル賞など3部門で受賞した。その後も1984年、 1986年、1989年、1992年にグラミーの主要な賞を獲得している。日本では1977年に伊勢丹の CM ソングとして女王陛下のお買い物を演奏し、1980年代前半にサントリーブランデーの CM に出演した。頻繁に来日公演を行っており、特に2000年からは毎年来日している。 来日公演のライブ版や日本限定版もいくつかリリースしている。メンバー4人はそれぞれソロでも活動している。ありがとうございます。